はい、皆さん、こんにちは。テリオンの小ネタの部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、本日のですね、ニュースがですね、気になった話題、SNS で話題、87歳の YouTuber、築55年の団地でお金をかけない幸せな一人暮らし、これがすごく気になりました。さあ、こちらの方なんですが、87歳の YouTuber ということで、タラ・ミチコさんっていうのかな？さあ、この方がですね、YouTube デビューしたのはね、なんとですね、85歳の時らしいんですよ。で、85歳のですね、YouTuber のこの方のですね、世界観ということで、趣味のね、絵手紙とかですね、手芸などをですね、映像に残せたら、私が死んだ後子供たちが見て思い出してくれるかも、ということで YouTube に興味を持ったそうです。なんかね、すごくなんか、動機が、なんていうのかな、はっきりしてるし、始めた時の動機がね、で、そのね、次の世代に残したいなっていうその気持ちっていうのがね、すごくなんかその、伝わってくるというか、まあ、これね、なんか私もわかるんですよ、気持ち的にね。私もこの YouTube やってる理由としては、やっぱ自分が死んだ後もですね、誰かにね、刺さればいいなっていう、誰かに届けばいいなっていう気持ちもやっぱりあって、あとね、先に死んじゃうかもしれないんで、自分がね。だから誰かが思い出してくれるときに、この YouTube を見て、ああ、いたな、あいつ、みたいな感じで思い出してくれるといいなっていうのがあって、そういう気持ちがあるんですよね、私もね。で、当時中学生でパソコンが得意な孫に相談したら手伝うよと言ってくれて始めることができたそうです。で、最初はですね、親族が見る程度だったんですけど、スタートして2ヶ月後、なんとですね、部屋紹介の動画をアップするとですね、再生回数が160万回を突破して、一躍人気 YouTuber になったそうです。160万回ですよ。とんでもないですよね。で、住まいはですね、55年前から住んでる団地で、子供たちはみんな独立し、夫は7年前に他界されて、現在は一人暮らしだそうです。で、団地はですね、家賃も安く管理も楽だと、半世紀以上を過ごしてだいぶ古ぼけていますが、居心地のいいように整え愛着があり、私にとっては素敵な城なのですというふうにおっしゃっております。部屋だけではなくですね、YouTube では日々の食事、編み物、針仕事、絵手紙、花壇の手入れなど、生活にまつわる様々なことを紹介していらっしゃるそうです。で、お一人様となるとですね、時間を持て余す方もね、少なくない中、みちこさんはやることがいっぱいだそうです。夫はね、9歳年上だったそうで、いずれ一人になるのは覚悟していたそうです。だから夫が生きている頃から自分が楽しめることはいろいろとやっていたそうです。多趣味の上にさらに習い事もしていると。で、さらにそれがすごいのはお金をほとんどかけていないということらしいんですよ。で、戦中派でですね、食べ物がない時代に育ったし、結婚してからも余裕がなかったので、無駄なお金は使わないことが染みついているそうです。習い事は市民センターが開催しているものなので、格安、読書も好きなのですが、読書仲間から本が回ってくるので、みんなで楽しんでいるそうです。本当にお金かけない生活ですよね、それね。で、健康管理も特別お金をかけず、就活、まあ、ちょっと悲しいですけど、就活も少しの予算で十分だというと。みちこさんの暮らしには豊かな人生を送るためのヒントがたくさん詰まっていそうだということで、行きましょうか。まずですね、住まいの間取り、3DK、50平方メートルほどで、5人家族で住んでいた時は狭いと感じることもあったが、その目の届く狭さが良かったというふうにおっしゃっております。家族がいた頃はね、なかなか自分好みとはいきませんが、一人になってから不要なものを整頓し、骨董の、骨董品などをですね、取り付けることによって、少しずつ自分のね、理想のね、インテリアにしていったそうです。素晴らしいですね、これね。タンスか。ね。骨董品のタンスなどを、置いたりとかしてですね、綺麗にしていったと。で、花も好きなので、リビングのね、飾り棚やトイレにはいつも飾っているそうです。大好きな花がですね、散歩の途中で摘んだ、野花や花壇で育てたものを小さな空き瓶に入れて部屋に彩りを添えているそうです。昔、夫にですね、家を建てようかと言われた時に、ここがいいと答えたそうです。で、ね、夫はね、サラリーマンだったんで、贅沢はできないと。使うなら食べ物や子供たちの教育にかけたかったというふうにおっしゃっております。で、今となっては大正解と。団地は家賃も安く、水回りの設備など壊れたら修理もしてくれるので管理が楽だそうです。長年住み続け、どこに何があるか目をつぶっていてもわかる自分好みのこの部屋でのんびり暮らしたいと。最後となる日もここで迎えられたら最高ですというふうにおっしゃっております。夫が亡くなった後は一日一品制と決め、家の中を断捨離してたそうです。その分自分の好きなものを揃えていったと。食器が好きなのですが、お気に入りだけを残して、娘やお嫁さんにもらってもらいましたと。茶棚にゆとりができて、今では飾るように収納しているそうです。手作りの布小物や絵手紙は愛着があるので飾ってみて楽しむ。ベッドカバーなど大物も、残り糸で編んだものだそうです。お気に入りに囲まれていると幸せで寂しさも感じますが、そんな空間であることを心がけていると。
すごいね、一人になってもこうやってさ、しかも高齢になってもさ、自分の人生楽しめてるってすごいよね。健康管理、体操と階段で自然と丈夫に。毎朝5時に起床して、6時には団地の広場でやってる体操に参加しているそうです。自治体がやってる健康体操2つ、ラジオ体操第1、第2とやるそうです。ほぼ毎日15年以上続けているそうです。いや、これは素晴らしいね。このおかげで体の柔軟性が保てていると感じているそうです。その後は家の近くを10分から15分ほどウォーキングしているそうです。お友達と一緒に歩くこともあるそうで、たわいない会話が楽しいらしいです。で、本の話になることが多くて、お互いに読んだ本を交換し合ったりしていると。まあ、こういうの大事だよね。一緒にさ、参加してくれる人がいるっていうのもいいし、やっぱり会話があるとないので、全然人生の彩りが違うんで、ここがね、大事だと思うんですよ、私も。これからさ、その、大量に団塊の世代の方とかがさ、バーって退職されていくんだけど、今のコミュニティでさ、どうなのかなって思って。もっと上の世代はさ、コミュニティ作れてると思うけど、ね、今のその団塊の世代の人たちが、このコミュニティを、ね、維持できているのかどうかってとこですよね。80歳を超えると膝や、腰に不調を抱える人も多いが、みちこさんは特別痛いところはないという。自宅は4階で団地だからエレベーターなどはありませんと。で、50年以上1日に2から4階を上り下りしているので、それがいいトレーニングになっているのかも。これはすごいよね。ただちょっと怖いところもあるよね。4階でさ、エレベーターがなくてさ、上り下りしてて、もうこけたりしたら多分一発アウトなんじゃないかなっていう気がして、そこは心配かな。で、無料でできる体操だと思えば苦にもならないとか、駅でもほとんどエスカレーターは使えません。だから足腰は丈夫ですよと。とはいえ、87歳になり怪我もある。しかしこれまで大病もせず体は健康そのもの。日々習慣化された運動で無駄な医療費などはかからずに済んでいる。ここはね、すっごい参考にしたいですよね。結局さ、ジムとか行ってさ、ガンガントレーニング しても、そこだけに特化してしまうんじゃなくて、結局日常生活でいろいろやってたらさ、まあ結構、こう長生きできるんじゃないっていう感じはするって感じですよね。食事バランス、戦中戦後の食べ物のない時代に育ったことから、食べ物は捨てたくない、無駄を出したくないという思いが強いそうです。野菜の皮はですね、玉ねぎとじゃがいも以外はほとんど剥かないそうです。無駄も出ないし、手間も省けるし、皮の栄養素も取れるので良い点ばかりと。大根や野菜の切れっぱし、キャベツの芯などがあったら全部刻んでスープにするそうです。たくさん作って冷蔵しておき、食べるときにカレー粉を入れたりトマトを加えたりして味に変化をつけてると。まあ、やっぱね、自分でさ、料理できるっていうのはやっぱすごいよね。捨てるものがないから、ゴミ捨ても一番小さな袋にちょっとで済んでると。あ、そうか。そうだよね。全部その無駄なく使うからさ、ゴミが出ないんですね。家計簿は、独身時代からの習慣。お金を使ったらその日のうちに、現金水筒帳にメモをして、半月ごとに家計簿にまとめていると。翌日になったら何を買ったか思い出せなくなるので、その日のうちに記帳すると。これのおかげで何に使ったのかわからないお金が減っているという、漠然とした不安もありませんと。何に使ったかわからないのにお金が減っているという漠然とした不安もないと。食費の目安は1日1000円。まとめ買いはあまりせず必要なものだけその都度買うスタイルと。なるほどね。まあ、確かにまとめ買いとかしちゃったりすると、わかんないよね。その1日どれぐらい使ったかっていうのもわかんないしさ。ね。食費は月3万円もあれば十分。ただ子供たちが来た時は外食なので奮発するのでもう少しかかりますと。食が細くなってきたことで栄養不足が気になり、始めたのが朝のスムージー。ミキサーにプロテイン、牛乳、プロテインだって、すげえ、牛乳、小松菜、ごま、おからパウダー、甘乳などを入れて作る。これに加えてゆで卵1個、リンゴ半分が朝食メニュー。やっぱさ、長生きする人ってすごい、あれだよね。いろいろやってるよね、本当にね。栄養満点なのでサプリメントいらず、タンパク質不足も気になっていましたが、これを飲んでいるから大丈夫と思えるように、後の食事はいい加減でも安心ですと。朝食を考える手間もなくし、ルーティン化することで栄養も、心の、余裕も手に入れたそうですと。まあそうね、ルーティン、まあ朝食は結構ルーティンでこんなんで、やってらっしゃる方もいらっしゃいますもんね。で、趣味や娯楽を一人様時間を豊かにということで、習い事は地域で開催しているワンコインで習えるものばかりと。パナマ手芸のモラや編み物、洋裁などをいろいろ習ったと。絵手紙は僭越ながら教える側に回っていると。はぁ、すごい。寂しい思いは誰にでもあると思うけど、好きなものを作っていると一人でも充実した時間が過ごせると。これはね、わかりますよ。私もね、実況してて、やっぱね、そういったね、実況とかですね、こういった風な、何かを紹介するとかやってると、なんかすごくね、気持ち的にはね、落ち着くなっていう感じがしますね。
逆になんだろうな、こういう活動何もしてなかったりすると多分塞ぎ込んじゃうなっていうのはあるよね。夜になると針仕事をして過ごしているそうです。今よく作っているのはコースター。古い布を小さく切って刺し子の糸でチクチク縫うだけ、コンパクトなのですぐ完成して楽しいと。コップや花壇の下に敷くとちょっといい雰囲気だそうです。私の好きな野草と素朴なコースターの雰囲気がぴったりなんですよと。ミステリー小説が好きでアガサ・クリスティはほとんど読んでしまったほど。ああ、いいね。習い事の仲間にやはり読書好きな人が方がいて、読み終わったら文庫本を回してくれることもあるそうです。ありがたく頂戴し、より好みせずに読ませてもらっていると。それによって石田、医療さんっていうのかな、なんて読むんだろう、石田イラさん、どういった池袋ウエストゲートパークの人か、あと少年とかの、結構有名な人だね。私も、そういったな、新たな好きな作家もできたと。いや、私も読み終わったらラジオ体操で一緒になる方に回して本が循環しているのは嬉しいことです。寝る前にベッドで本を読む時間は至福のひとときですと。目が丈夫なのはいいよね。まあ、ちゃんと読めるのがね。若い時からおしゃれは大好き。生前整理の中でも服が一番減らせないと。でも一番、今手元にあるのは本当にお気に入りのものばかりだそうです。以前から一世三宅さんの服に憧れていて、ある日整理をやっていたので、思い切ってズボンを買って帰ったと。そのズボンだと何を合わせても決まる。大好きで10年以上履いたと。膝が擦り切れてしまい泣く泣く手放したそうです。上質で気に入ったものを大事に何年も着る。これこそが、無駄をせず、無理せず無駄遣いを防ぐ、真髄だそうです。さあ最後ちょっと悲しいですけど、就活、終わり活動と書いて就活ですね。就活とお金と。夫の葬式は自分で行った家族葬。私と子供たちと家族だけ。夫の思い出話を楽しみながら賑やかなお葬式でしたと。まるで寝ている夫の横でおしゃべりしているようで、賑やかに、穏やかに送り出せたと。これはね、でもね、そういう気持ちになれるかなれないかって、ね、本当になんか難しいとこだけどさ。祭壇は作らず、お坊さんも呼ばず、改名もなし、花や写真は自分たちで用意した。精進落としも家でやろうって、デパートで食品を買ってきてやったので、かかった費用は22万円ほどと。でも送り出す気持ちがちゃんとあれば十分、そのようなお葬式を私もしてほしいと思っていますと。エンディングノートではなくメモを残す。死んだらここからお金を請求して、お金はここにあるから、一周期まではここから使ってなど、自分が死んだ時のために気になることは、その都度メモして引き出しに入れているんです。なるほど。だから自分で自分の葬儀とかのお金も、工面しているってことなんだね。思いがその都度更新されるので、まとまってノートを書くよりもメモにするのが、便利だそうです。遺産は不動産もなく、投資信託などは解約しているので純粋に現金だけ。死んだ後にお金で揉めたら寂しいので、使い道は全てメモに残していると。生きてるうちに使い切りたい。子供たちが小さい時はギリギリの生活だったので、お小遣いをほとんどあげられませんでした。そのことで我慢させたこともあったんじゃないかと思います。だから今は孫にお金を使っていると。こういう高齢者の方多いでしょうね。お金を残して死ぬより自分が生きている時に渡してあげれば、ありがとうと言われてお互いに幸せな気持ちになれる。自分が贅沢したいと思わないけど、孫や子供たちに使うのは一つも惜しくないですね。イベント時に使ったり、みんなが来たら外食をするのが楽しみの一つですと。やっぱ上の世代の人っていうか、高齢の方ってこういう気持ちの方多いから、すごいさ、やっぱり可愛がるよね。孫、お孫さんとかさ。ね。本当にね。YouTube でも人気、みちこさんのささっとおかず。一人暮らしでも栄養バランスを考え、3度の食事は自分で用意し、きちんと取るようにしているという、簡単シンプルでも好きな器を使って心も満たされる食事に、毎日続けるのが、続けるには簡単が一番だと。定番のものが、さつま揚げのチャーハン。ね。大根ときゅうりの醤油漬けだということです。で、好評発売中ということで、今が一番幸せと言い切るみちこさんの生き方の秘訣を大公開。希望に満ちた一人老後指南、87歳古い団地で楽しむ一人暮らしというのがね、どうやら本かな、書籍かな、売られてるみたいです。昭和9年長崎生まれ。昔からお金をかけずに家を心地よくする工夫が大好き。中学生だった孫と始めた YouTube アースおばあチャンネルはアースおばあチャンネル、登録者数6万人を超える人気チャンネルだってさ。はい、ということでですね、今回はですね、87歳の YouTuber ということで、タイトルは YouTuber になってるんですけど、こちらの方のチャンネルはアースオバーチャンネルというね、チャンネルだそうなので、ちょっとね、一回チェックしてみようかなと思いました。はい。やっぱりね、なんていうのかな、老後の暮らしというかさ、生き方ってさ、なかなかこう、
なんだろう、公表されないというかさ、リアルに分からない部分ってやっぱりあるじゃないですか。そこをですね、テクノロジーを使って紹介してくれてるっていうのはね、やっぱりなんていうのかな、すごく後から生きる人にとって参考になるからさ、本当になんかこう年齢問わずさ、 YouTube っていうのをね、利用してほしいなっていう風な気持ちはねありますね。なんか若い人のためのツールみたいな風に多分思われてる部分があるけど、そこはね、垣根を払ってね、やってほしいなっていうのがあって、だからいろんなさ、YouTube に対するさ、垣根っていうのはいっぱいあると思うんですよ。芸人さんとかもさ、あれはなんか素人がやるもんだとか言ってさ、参加してこなかったけど、いつの間にかね、芸人さんがチャンネル持ってさ、めちゃくちゃ登録者数増やしたりとかしててさ、ね、だからさ、そういう垣根もさ、どん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 払っていくと、もちろん素人さんからしたらさ、すごく不利になるのは分かってるんだけど、でもまあ、面白いコンテンツとかさ、必要な方にさ、届く割合っていうのはどんどん増えていくと思うから、ね、だからもっとね、なんか、ご高齢の方もさ、自分たちの知識、経験等をさ、そこで止めるんじゃなくてさ、時代に伝えていくためにさ、こういう SNS とかさ、ね、YouTube とかさ、インスタとかさ、なんかやってほしいなっていうのはね、正直ありますね。まあ、それに対してですね、若い、ね、今回も中学生の孫かなんかが協力したって出てたんで、やっぱり若い世代がですね、まあ、そこをつなげていくっていうのはね、大事なね、仕事なんじゃないかなと思ってますね。やっぱそのね、知識、経験とか体験をね、そこで終わらしちゃダメなんだなって思うんですよ。まあ、今回もね、この、ね、生活に対する、なんていうのかな、その、現状みたいなのをお伝えしてるっていう感じだったけど、もっとさ、伝えられることっていっぱいあるんですよね。戦時中とかで生きてらっしゃった方なので、まあ、どういう風に暮らしてたとかさ、ね、いろいろこう、まあ、喋りたくないこともあるかもしれないけど、やっぱそういうのってね、伝えていけるっていうのは、まあ、本当に、ね、時代を生きた、なんていうのかな、人なので、いっぱい経験があるので、そういうのをね、いろいろね、聞けたらいいなっていうふうに思っております。はい。ねえ、まあ、なんか、なんだろうな。百田直樹さんのさ、小説あったじゃないですか。特攻隊かなんかのやつ。ねえ、あれもさ、なんか話を聞きに行くみたいな感じでさ、三浦春馬さんがこう、ね、聞きに行くっていう、永遠のゼロか、っていうような感じで、ああいった感じのをさ、もっともっとなんかこう、世の中に発信していけたらいいんじゃないかなっていうふうに、個人的には、思いました。はい。ということで、今回の、動画はですね、SNS で話題の87歳の YouTuber という方の紹介をさせていただきました。はい。今日はね、本当に面白いね、記事がいっぱいあったんで、紹介できることがいっぱいあるので、またね、ちょっと連続して投稿になるかもしれませんが、また次の動画も投稿していこうと思います。ということで、ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。